ボカーブーラーヨダ・リンゴ・ア・デイ・ア・パム、日本辞書は、キリシタン版の一種で、日本語をポルトガル語で解説した辞典である。イエズ・ス会によって、1603年から1604年にかけて、長崎で発行された。ローマ字表記の日本語見出しに対する語尺部分はすべて、ポルトガル語で記述され、約3万2000語を収録している。原書名は、ボカーブーラーヨダ・リンゴ・ア・デイ・ア・パム・コム A。 リクラレスをエムポルトゲスであり、ポルトガル語で説明をつけた日本の言語の辞典を意味する。イエズス会は日本宣教当初より日本語研究の傍ら文法書や辞書などをまとめていた。1581年にはフナイコレジオで最初の日報辞書が作られ、1585年にはアリマセミナリオでも作られた。百九十一年に印刷機が日本に運ばれると、 日本国外より来る宣教師が日本語を学習するための文法書や辞書。1603年に本編が出版され、1604年にはホイが出版された。キリシタン弾圧で焼却されるなどしたため現存数は少ないが、オックスフォード大学、ボドリアン図書館、ポルトガル・ウェボラ公立図書館、フランス国立図書館、ブラジル国立図書館の4箇所で所蔵が確認されている。 このほか、フィリピンの首都マニラにあるサントドミンゴ修道院も所蔵しているとされるが、存在は確認されていない。日保辞書には印刷上の都合で、漢字やカナは伏すことができなかったため、日本で用いられる漢字や座書として、別途1598年に落葉集が出版されていた。日保辞書に先行するものとして、 アンブロジオ・カレッピノのラテン語辞書をもとにしたラホビ大訳辞書があるが、日報辞書との比較研究は進んでいない。日報辞書には32,200、また1語ずつポルトガル語によって語気などが解説されている。解説には必要に応じて方言、文書言葉、話し言葉、女性語、子供言葉、ガ語,語、非語、仏教語などの中が付してあり、 当時の日本語の実相をよく表している。日暮辞書からは、室町時代から安土桃山時代における中世日本語の音音韻体系、個々の語の発音、意味内容、用法、当時の動植物名、当時よく使用された語句、当時の生活風俗などを知ることができ、第一級の歴史的、文化的、言語学的資料である。 例えば、下記の点があり、執筆者らが日常接していた、当時の日本人の言葉、生活様式を垣間見ることができる。また、当時使われていた中世ポルトガル語の貴重な資料、と申されている。日保辞書の翻訳本として、次の二つがある。ポルトガル語部分を現代日本語に翻訳した、翻訳日保辞書が1980年に岩波書店により出版され、 2019年10月現在、品切れとなっているが、オンデマンド版として、注文を受け付けている。AB、翻訳日報辞書。岩波書店。2016年8月17日閲覧。クーパー1974、222から24日経新聞。ブラジル世界で4冊目の日報辞書発見イコール白井、田代漁師が、リオで、イコール1603年に。 長崎で出版2018年10月10日産業新聞2018年10月21日、法約日報辞書岩波書店、岩波書店、2019年10月23日閲覧、法約日報辞書岩波書店、岩波書店、2019年10月23日閲覧、ありがとうございます。